正直ゲームイエーイ。おにぎりの具といえば、せーの、鮭。なんでよ。夏といえば、オープン浴衣、スイカ。おさあ、今週も始まりました最後ちょっとアントニーくん言いましょう。どうも MC のアントニーです。お願いします。そして本日のメンバーはこの方々です。はるちゃんです。お願いします。イエーイ、はるちゃん。そしてカレンです。イエーイ、カレンちゃん。そしてカナヘです。イエーイ、カナヘちゃん。で、ちょっと皆さん、ちなみになんですけど、夏といえばで食べ物だったら何を連想します？スイカ。かき氷。スイカ。ああ。俺そうめんだ。みんなバラバラですね。まあ、こうやってあのお題が出たらみんなそこに対して思うことがあるじゃないですか。それを今回は合わせられるかというゲームをやります。はい、これはね、まあ、ペアマッチなんですけど、まあ、じゃあ今回の企画を発表いたします。はい、今回の企画はこちら、答えを合わせろ3度目の正直ゲーム。イエーイ、楽しそう。まあ、よくね、3度目の正直って言葉がありますけど、ちなみに3度目の正直って意味わかります？3回目は本気だよ。はい、ルールを説明いたします。2人ね、1組ペアになっていただき、1つの質問に対し3回回答していただきます。はい、で、3回目の回答が一致したら成功。ただし1回目2回目の答えはあえてバラバラにしなくてはいけません。3回目の回答だけビシッと揃えればクリアでございます。まあ、それぞれ5問ずつ出題します。ペアと一心伝心できるかが勝負の鍵。頑張っていきましょう。イエイ。元気ないんじゃない？モデルモード。頑張って。サイダーちゃんとアントニー君。さあ、じゃあまずね、チームを発表いたします。私、アントニーとハラちゃんチーム。おー、そして、カレンちゃん、カナヘイちゃんチーム。はい、よかった、よかった、ほんとよかった。まあ、俺ら、若い力で頑張ろうな。ハラちゃん、21? 1。あ、じゃあ俺が1個下だ。まあ、だって2人なんて意思に出したらしないでしょ。いや、ここ、何年以上に残ってると思ってるんですか。私、ただのハラちゃん。どうしようかな。じゃあまずアントニーさんと原さんのペアからいきますね。ラーメンといえば、はい、お互い見えないように書いてください。外すんですよね。そうです。それではフリップをオープン。せーの、味噌、豚骨。あ、正解ですね。せーの、担々麺。 GK って何？二郎系のこと？あ、そうかも。GK? マジでハラちゃんとしなくてよかった。よかった。せーの、おー、はい、醤油。ここが合えばいいのよ。ガタガタ横からさ。 GK はありやろ。 GK はなしだよ。だよね。じゃあ早速いきましょうか。はい、それではいきます。第1問、おにぎりの具といえば。はい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 。せーの、はい、梅、おかか。あら、字薄くないか。じゃあ2回目、フリップをオープン。の、たらこ。おー、昆布。おー、えらい、えらい、えらい。はい、それでは、せーの、鮭。なんでよ。鮭だよ。なんでよ。いや、だからこれね、これね、バカなギャルはツナマヨって言うのよ、ツナとか。じゃあ合わせてよ。いやいや、これでもね、俺はもう合わせたから。じゃあおにぎりの具って、てめえんちの母親がツナマヨのおにぎり握ったことある？あら、ほんと？あ、ごめん。てめえんちの。あ、もう俺こいつとは合わねえよ。ほんとよかった、ほんとよかった。じゃあそっちのチームどうぞ。じゃあ続いては、かなえさん、かれんさんで、はいはい、はい、いきます。第1問目、夏といえば。え、ちょっと待って、どっち行く？どっち行くかな、これ。やめてやめて、その
探りはやめて。違う。10。あっ、よし、フリップをオープン。プール、花火。おお、2人がなんて書くかわかるわ。わかる？じゃあアントニーさんね。これ俺も書いていい？やめて、ちょっとボーナスポイントとかして。当たったらじゃあボーナス。あ、いい、いいですか。せーの。うわぁ、ビキニ、うわぁ、うわぁ、うわぁ、ビキニ、ビキニないと、裁判所ビキニないと。うわぁ、不正解。まさかの俺のチャレンジがあって。ダメダメ。サイバーちゃんとアントニー君。じゃあ次アントニーさん、原さん、いきます。渋谷といえば、もう簡単じゃん。さあフリップをオープン。無限大ホール。あー、いける。あー、なるほどね。フリップをオープン。はい、はい、宮下パーク交差点。おーい、シャッター。3、2、1、フリップをオープン。8個。そこ揃うでしょ、絶対。8個でしょ。8個。私1まで来た。悔しいな。いや、姉さん、カレーさんペア、はい、緑の野菜といえばオープン。ピーマン、ゴーヤ。おー、あー、オープン。キュウリ。最後キュウリにしようと思ってた。さあ最後、さああれだよね、あれ、あれだよね、あれ、はいはい、ゴー。絶対そうだ、これは。1、レバー。うわー、一番やなやつ、カレッと出たす。チーム系です。スタイバーちゃんとアントニー君。それではアントニーさん、原さんペア、はい、次のお題はお祭りといえば、フリップをオープン。花火、射的。はいはい、せーの、金魚すくい。デートデートいいですね、いいですね。でもデートだよね。デート大丈夫ですよね。はい、大丈夫です。どうしよう、見ないから。原ちゃんが書き終わってから書くわ、その雰囲気でさ。え、多分無理だと思う。なんでだよ。なんでだよ。無理だよ。3、2、1、0。トゥルンじゃん。フリップをオープン。浴衣。うん、やってる。5倍ぐらい書けや。じゃあ姉さん、カレーさんペアいきます。次のお題はプロポーズされるならどこ。いや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 、あー、せーの、ドン。ディズニーランド。ベッド。ベッド。ほんとにベッドそうだもん、なんかね。それではどうぞ。レストラン、レストランじゃないか。大丈夫か、頭。車。ヘリ。はい、おお、ちょっと近い、近いね。オープン。オープン。夜景、ハワイ。はい、迷ったの今。チーム K、 チーム K、 チーム K。 サイバーちゃんとアンドリー君。次はサイバージャパンといえば、フリップをオープン。おお、オープン。ダンス。おー、ボス。ボス。ミトミトコト。あー。さあ、これはもう来るんじゃない？はい、はい、もう。はい。せーの。もう文字数が長かったもん。セクシー。ビキニナイト。アントニーくんが。ほんと？アントニーくんが。次のお題はすごいです。ん？アントニーさんの好きなところといえば。もう簡単じゃん、そろっちゃうよ。最後がさ、難しいですよね。どれ選ぶか。やめて、探んないで。フリップをオープン。
何？クモさんみたい。いっぱい食べる。せーの。エロそう。おしゃれ。エロそうってなんだよ。エロそうってなんだよ。でも嬉しいじゃん。エロそうって嬉しいの？嬉しい。じゃあフリップをオープン。面白い。複雑な気分だな。ゲームには勝ちたいけど嬉しいし、複雑だな。スタイバーちゃんとアントニー君、あれちゃん、もう俺ら次答えないと負けだから。次のお題は、日本を代表するお笑い芸人といえば。せーの、中山きんに君さん。さんまさん。さんまさん。やばい、ちょっと待って、かぶっちゃうかも。せーの、江戸春美。江戸春美かぶんねん。ダウンタウンさんね。江戸春美さんとダウンタウンさん。次、合わせます。合わせます。絶対だよ。合わせます。一人しかいないからね。分かった。本当に。もう大丈夫。もう探りたい。ね。おそらく、おそらく。せーの。アントニー。アントニー。そうですね。そうなるわな。そうなるわな。じゃあ、姉さん、疲れさんペア。はい。もうこれ正解したら、勝ちなんで。好きな人と初デートに行くならどこ？いや、難しすぎろ。せーの、公園、プール。まあまあまあ、いや、好きな人との初デートでプールなんか行かないでしょ。外しすぎなんじゃないの、この人。中山きんに君って言ったら日本代表するモラル、モラル芸人。せーの、おしゃれ、お酒飲みに行く家。うわ、好きな人との初デートに家。だってもうデート行くってことは、私はもう将来をしっかり考えてるってこと。いや、重いんだよ。いくよ。せーの、ドライブ。やったー。くそー。ってことは、2対1で、チーム K の勝利。え、なんかあるの？おお、めっちゃ嬉しい。あれ、珍しい。嬉しい。あ、あの韓国とかでみんな買うパックじゃない。やった、これ好き。1個俺もらおうかな。なんで、いる？そのいるなんて言われたらもういらないよ。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。やったー。あ、じゃあ最後、皆さんで揃えましょう。やりたい、やりたい。まだお題あるんで。あるんで、4人で揃える、はい、4人で揃えましょう。動物園にいる動物とは、え、何でしょう。せーの、パンダ、ライオン、ゴリラ、ゾウ。全員全然合わないじゃないか。ドラえもんの道具といえば。せーの、はい、どこでもだ、どこでもだ、どこでもだ、翻訳コミック。いや、翻訳コミックちょっと翻訳コミックっしょ。ディズニーのキャラクターといえば。はい。ねえ、みんなこれさ、やめてよ、なんとかこれ。そんなやらないって、もう。いや、ちょっと待って、マジで、これどっちだ？二択。え？一択なんだけど。一択じゃん。せーの、ミッキーマウス、ミッキー、ミッキー、ポカモンタス。誰だよ。誰だよ。ポカモンタス。ポカモンタス見たことないの、ポカモンタス。ねえ、誰？ねえ。だいぶ、こいつらと話し合わないから。はい、今週も見ていただいてありがとうございました。また来週も見てね。バイバーイ。100均ゲームで勝負、変顔マッチ。イエーイ、変顔マッチ。ほー、正解。当たるもんだね。変顔マッチだと出ねえよ。なめんなよ。変顔マッチなめんなよ。恥ずかしい。恥ずかしい。